ブラックアイっていうチームは新しいチームなんですよね。その LJLCT がやるって決まって、それでそこからチームを集めてきたんですけど、だけあってやっぱまだまだできたばっかりで、まあコミュニケーションとかもまだ未完成な部分はあるんですけど、結構今までのチームと比べた時にアナリストやコーチみたいな役割の人とうまくコミュニケーションを取ったりして、そこでしっかりピックのこととかを話したりしてっていうので、結構なーなーでやってた部分をしっかり今までと違ってやってるっていうのが新しいチームブラックアイの良いところと思います。3度目の挑戦ということに関しては、まあ、自分としては そこまでその3回目っていうことに意識はしてなくて、そのまあ、チャンスがあるから挑戦し続けるっていうことだけですね。特に意識しているチームとかは自分はないんですよね。そのとにかくその勝てる試合を勝ちたいというのが第一にあるので、その誰々が一番とかどのチームが一番倒したいみたいなのは特には考えてないです。とにかく勝つこと第一みたいな感じですね。結構今までのチームと違って、そのしっかり考えてやっているというか、一つ一つしっかり組み上げていってるという印象はありますね、今のチーム。なのでこれが勝ち筋って一つで決めるのではなく、その相手やメタなんかだったりとか駆け引きなんかで一番うまくいく戦術を使って勝っていければいいと思っております。 LJL の目標はまずその残留を確定させるというか、その次のシーズンでも戦える状態を作るというのをまず、それを第一に考えていますね。そこからまずそれをできるだけ早くして、その今シーズンでもうその上に行けると思ってもらえるチームにするとか、次のシーズンではいいとこ行けるとか、そうやってなんか徐々に目標を上げていきたいというか、の目の前のことからやっていって徐々にハードルを上げていくというか、いずれはその優勝も目指せるチームになっていきたいと思っております。皆さんこんばんは。こんばんは。本日は LJL 2016スプリングスプリットラウンド3マッチ2ブラックアイ VS ランページの試合の模様をいたします。実況の合図です。解説のレボルです。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、こちら毎週水曜日そして金曜日土曜日、週3日間ですね、18時より、放送を行っております。選手はオンラインでの対戦になります。さて、前回はアンソールドスタップゲーミング VS デッドネーションフォーカスミーの、まあ、試合でしたけれども、そうですね、まあ、USG がラウンド2から試合のテンポを改善してきて素晴らしい試合を見せてくれたんです。それでデトネーションフォーカスミーを追い詰めたというような試合でしたが、やはりフォーカスミーも強さを見せてくれて最後上回ったよという形でしたね。まあ、両チームともに強さを見せてくれた魅力的な試合だったなという印象ですね。魅力的な試合ですね。さあ、ありがとうございます。さあ、そして本日の試合ですけれども、パッチは 6.1 で行われます。またキンドレッドがグローバルバンとなっておりますのでご了承ください。さて、それでは本日のスターターですが、見ていきましょう。まずはブラックアイから。さあ、トップアルフォード、ジャングルセリック、ミッドアルプス ADC、 リズムアサルト、サポートがリャフカとなっております。続きましてランページはこのようになっております。
トップからパズ、ジャングル、タッスル、ミッド、ロキ、ADC、メロン、サポートがダラですね。さあそして本日の注目選手はこちらになります。さあというわけでアルフォード、アルプス、そしてメロン、ダラと挙げましたか。ブラックアイはやはりトップレーンとミッドレーンを安定して序盤試合作っていく傾向の強いチームなので、この2人アルフォード選手とアルプス選手を挙げましたね。この2人がどれだけ序盤スノーボールできていくかといったところが非常に重要な要素になってくると思います。一方のランページはボットレーンの2人が新人のパズ選手やロキ選手を引っ張れるかといったところも含めてこの2人に注目していきたいなというふうに思ってますね。なるほど、やっぱり ダラの存在は大きいですからね。大きいですね、まあ、そのメンタル面といったところもあると思いますし、ロームが得意なプレイヤーといったところで序盤に安定感を与えるプレイヤーでもありますよね、まあ、どこでもダラっていう意味もありますけど、メンタルゴッドっていう意味もありますからね。ここまで異名があるのかっていうのも多いですが、さてまたですね、本日なんですが、あ、どうやらじゃあドラフトがスタートしますかね。はい、見ていきたいと思います。ちなみにですけれども、本日なんですけれども、どうやらブラックアイがですね、スターターの、登録締め切り後ですね、スターターの変更を、されたためですね、番枠が、1つ減っているという状況になっておりますので、そちらも、確認していただければなと思います。さあドラフト来ましたね。ブルーチームが、ブラックアイ、そしてレッドチームがランページですね。さあ最初の番が、ない状況でのスタートですね。タムケンチ、ギャング、プランク、ルル。ギャング、プランク、ルルはやはり今のメタ非常に強力というところで、レッドチームのランページがバーンしたと。一方タムケンチ、まあ、このチャンピオンもトップレーナーとして非常に強力なピックになっていますね。 6.2 ではナフされましたが、 6.1 では非常に強力なチャンピオンとして運用されています。そしてカリスタ、ここでエンゲージ、そして集団戦のところを削っていくチャンピオンをバーンしましたね、ブルーチーム。ラストバンはグレイブス。これは一つ集団戦を避けたいという意図があるということですかね、ブラックアイとしては。もしくはランページの集団戦の強さといったところを、このチャンピオンをバーンすることで、カリスタをバーンすることである程度力を削いでいきたいというような狙いがあると思いますね。まあメロン得意ですからね、カリスタ。そしてランページ全体としても集団戦が得意なチームですから、このバンをするのは非常に、理にかなってるなという印象がありますね。そしてラストバン、グレイブスですか。まあ、ジャングラーからスノーボールしていくことができるチャンピオン、まあ、何の競技心の試合だったかちょっと忘れてしまいましたが、ジャングラーであるグレイブスが一番ダメージを出したというような競技心の試合もありましたから、まあ、グレイブスは今現在は、まあ、バン筆頭候補のうちの一人になるのかなというふうに思いますね。さあその上でのファーストピックですが、少し悩んでいますか。さあ悩んだ結果、ライズファーストピック、アリスターやリサンドラといったところも考えてどうしようかといったところでしたね。ライズはパズ選手、ロキ選手が使えるのかどうかといったところも一つ考えてはいたと思うんですが、まあ、取り上げた形にしましたね。さあそうなるとポッピー、アリスター、パズはフィオラも得意ですけどね。ただポッピーをピックしたこともありますからね、ここを一つ、あ、やはりポッピーピックしましたね。ポッピーとアリスターです。この2組だと、まあ、どういった構成でも 今の現ドラフトではいけるのかなと。集団戦のところに、構成を変えてもいいですし、ポーク構成にしてもいいですし、そして、まあ、ポッピー自体、シングルターゲットのスタンがありますから、トップサイドのところで少数戦を起こしていくような構成もできるといったところで、今現在ランページの方はどういった構成にしてくるのか非常に読みづらい状況になってますね。さあそれに対してブラックアイ、後期とレクサイを見せてますね。そうですね、まあ、レクサイはジャングルのコントロール、そして視界のコントロールが得意なジャングラーで、後期はフォークチャンピオンとしても運用できますし、中盤トリニティフォースができてからの強力なパワースパイクを生かした、中盤にパワースパイクを迎える AD キャリーというような運用もできますね。さらにはミッドレーナーとしても運用ができます。今非常にいろいろな構成連に合う面白いチャンピオンになっているというふうに言えると思いますね。ただアルプスは前回ゼドとプレイされましたよね、確か。アサシンタイプのチャンピオンをピックしていた覚えがありますね。ラウンド1での
はい、ピックでしたね。 AD キャリーに後期を置いてミッドゼロなんていうのも少し考えられるような形。そうですね、今後期はマジックダメージ7割、全体のダメージを7割ほどマジックダメージとして出すタイプのチャンピオン AD キャリーですから、ミッドレーンに AD タイプを置いても十分機能するといったところも特徴ですね。さあそれを見てからランページニダリーとルシアンロックしました。ニダリーはかなり序盤から圧力かけていけるチャンピオンですし、ルシアンもパワースパイクというよりも、まあ、弱い時間帯が一切ない AD キャリーですから、どの時間帯から戦っても大丈夫と、ということはランページとしてはかなり早い段階から圧力かけていく構成にしているというのは間違いないと思いますね。あとニダリー、あの新しいジャングルアイテムとの相性かなりいいですよね。 MS も上がりますし、バーストもまあルームレイブよりは落ちますが、それでも十分期待できますからね。さあその構成を見てますが、ミッドレーンはまだ出していません。あ、ベイン行きますか。これ狙いは131のスプリットプッシュですか。あー、ブラックアイが、そうですね、ライズ、そして後期をミッドに置いてサイドレーンをベインが1人で押し上げていく形、そしてベインは多分ポッピーに当てる形で運用していくのだと思いますね。ああ、なるほど。ベインは AD キャリーの中でもちょっと特殊なタイプの AD キャリーで、シングルターゲットのダメージに優れて、なおかつ1対1が非常に得意な AD キャリーですから、その性能を生かすということを考えると、まあ1対1を作れるサイドレーンに置いておくというのが考えられますね。そしてある程度育って装備が整ってからは集団戦という形ですかね。ただそれは見てルブラン出してますね。ミッドレーンがこれ後期になると思うんです。そしてそういった後期のような、まあ、ポークが得意なチャンピオンはアサシンに対して あまりうまくレーニングできないというのが一般的な考えだと思いますから、アーリアルブランクというのを当てるのは十分考えられますね。少しただ悩んでますね、ビクター・シンドラ。アーリというのがまあ一番安定してるかなというふうには思いますが、ビクター、ああビクターですね。アーリはどこでも安定って言われますねやはりこう欠点のないチャンピオンですからね、一つ欠点を挙げるとすればウルトがない瞬間だけですから、それ以外の時間帯、まあ、どのような状況でも、まあ、集団戦の構成にしてもいいですし、ピックアップ格好撃破の構成にしてもいいですからね、非常に万能なチャンピオンになっていると思いますね。さあそしてレーン一通り出揃いましたけれども、そうですね、まあ、ブルーサイドブラックアイとしてはライズとベインのスプリットプッシュ、そして後期のミッドレンドのポークというのを生かした131を中盤では考えていると、そして序盤はこのライズの眼空に合わせる能力の高さを生かしてトップサイドから試合を作っていくという形になると思います。一方でレッドチームランページとしては序盤にパワースパイクを置きつつもミッドレーンに、ビクターを置くことで集団戦の能力も底上げしている印象がありますね。ですからまあランページは集団戦の構成というふうに言えると思いますね。さあ集団戦 VS131 のスプリットということになってますけどね、スプリットするときってただ難しいですよね、あのベインっていうのはなかなか、かなり難しいと思いますね。ミッドレーンはアサシンではなく、ミッドレーンのアサシンではなくエディキャリーがするわけですからね、かなり状況を整えるのが難しいと思いますねさあマッチアップ見ていきましょう。やはりこれはアルフォード選手が使うライズのガンクの圧力を生かしながらトップレーンのコントロールを取っていく、パーズ選手はなかなか難しいレーニングを強いられるというふうに考えると思いますね。そしてジャングル、単純な 1v1 ではタス選手が使う2ラリーの方が有利ですから、そこを視界のコントロールを生かしながらセリック選手はかわしつつトップサイドに圧力をかけていく、一方タス選手はこのセリック選手の動きを捕まえながらプレッシャーかけていくというような展開になると思いますね。ミッドレーン、ここはファームレーンになりがちなんですが、序盤のスキルダメージの高さを生かしてアルテス選手が使う攻撃を押し込んでいくというような展開になると思いますね。ロク選手としては序盤をウェーブクリアをしながら、まあ、ダメージの取りをかけるという展開ですかね。さあそして ADC、 レーニングでいうとベインはあまり得意としていません。一方メロン選手が使うルシアンは非常に強力なレーニングできますから、ボットレーンはランページ側が押し込んでいく展開が考えられますね。そこをリャフカ選手が使うモルガナがどれだけカバーできるかといったところがボットへの動きになっていくと思いますね。さあ始まりました LGL2016 スプリングスプリットラウンド3マーチ2ゲーム1、ブラックアイ VS ランページの試合スタートです。
さあまず開始の動きですが、ブラックアイからするとスワップすることの恩恵が結構大きい構成だと思いますから、まあスワップブラックアイがスワップする可能性は十分あると。一方ランページとしては、まあ、それに付き合ってもいいですし、通常のスタンダードのレーニングを始めてもいいというような形になっていると思いますね。付き合ってもいいしどちらでもいいと、マップのコントロールさえしっかりと確保できれば、たとえ相手がスプリットプッシュ得意な構成だとしても、まあ、対応できるというふうに言えると思いますね。さあただしスワップは選択しませんね。ブラックアイ通常レーンでどうやらスタートしそうですか。そうですね。そしてここからはやはりジャングルのクリアスピードでいうとタッスル選手が使うニラリの方が速いですから、ジャングルのクリアスピードを生かして序盤5分までのところでニラリを使うタッスル選手が圧力かけられるとランピとしてはかなり有利な展開になりますね。さあそのタッスル一つ動き注目していきましょう。どういった動き予測されますかね。そうですね、まあデテンションフォーカスミーのキャッチ選手も2打りを使ってプレッシャーかけていく動き見せてくれましたが、その際にはバフ2つ目のバフを刈らずに敵のバフに入っていくというような動き見せてくれました。そういったトリッキーな動きを見せて敵のジャングルに入っていく動きが、まあ、一つ期待できますよね。まあ、ワードで見えてますからね。セリコンっていうのはスタートのところでブロックの近くに置いてましたからね。おっとレベルに先行したランページいきなりボットレンで仕掛けてました。フラッシュヒールダウン、エグゾーストもダウン、イグナイトもダウンしてます ね。ただこれで大きなヘルスはできましたから、ブラックアイボットレン厳しいことになりそうですね。ランページの方はグロンプを勝って経験的に有利な状況でレーニングを始めた一方で、ブラックアイはそういったジャングルのクリアは行わなかったんですね。そこでレーニング差ができましたね。いやクリア勝っていたと思うんです。これ多分2匹勝ってないんじゃないですか。やはりあなるほど、そこのまあ若干早かった相手の方が、あランページ側の方がレベル2に早かったといったところが影響しました。さあジャングルの準備とどっちを、さあスタントラを取りました。タッスルがここを抑えます。ボットレーンがこういった有利なレーニングな状況になってますから、スカッターを取ることが、セイク選手の圧力を下げるという意味で非常に有効なコメントになってますね。いやーただしボットレーンサイドにかなりの圧力が生まれてますか。セリック選手赤バフをやらずにグロップじゃなくてスカットを取りに行った判断、それは非常に良かったんですが、その動きをした上で取られてしまったとなるとかなり痛いですね。ゲームとしては大きな影響、大きな影響を与えると思いますね。ボットレーンがこれ辛くなっていますし、ジャングリングすら遅れてしまってますからね。さあ今赤バフに触りましたね。やはり1レベル差できますね。これを借り終えればレベル4にはなると思います。なりませんね。あなるほど、ボットレーンでブラックアイの、はい、がダブルゴーレム勝っていましたからね。さあパーズトップレーンへ、テレポートしよう。少しずつランページが金額差をつけていってます。でここからブラックアイとしてはトップレーンへのガンクをいかに成功させるか、一方ランページとしてはそこのカバーというような形になると思います。ですからこのグロンあカットラをタス選手が取れると結構大きいですね。すでにもう向かって取りますね。これで6分前後まではトップレーンのガンク把握しやすくなってますね。ですから、まあ、リバーからのガンクは非常に難しくなったというふうに言えると思いますね。まあ、ただデクサイですからね、いろんな角度からのガンクというのは一つ得意としてますか。そうですね。ですからレーンワードといったところも重要になってくると思いますね。さあミッドレーン、やはりファームレーンにはなっています。ボットレーンでの CS 差はかなりついているようですね。現在 10CS 差ついていますか。やはりレベル2のところのレーンのコントロールといったところでランページ側が埋まったことが影響しているというふうに言うと思いますね。さあ、なるほど。とにかく1勝を着実に勝っていきたいと、インタビューでは言ってましたけれども。
このアルフォロ選手が使うライズは一人で試合をキャリーできるほどのポテンシャルを持ったチャンピオンですから、彼の動きには期待していきたいですよね。ただ少し時間がかかりますよね。そうですね、少数戦という点では序盤から戦えるんですが、集団戦ということを考えると3アイテム揃った状況じゃないと厳しいでしょうね。ロッド・オブ・エイジ、そしてセラフ、さらにはボイド・スタッフを完成させた状態じゃないと非常に厳しいというのは間違いないと思いますね。さあボットレーンでのサマナースペルを落としてから、特に何事もなくといった形でサマナースペル上がりましたね。多数選手見事捕まえていきますね。完全に抑えていっていますね。いやこれ2匹目のスカットラーもタッスルが抑えますか。ちょっと厳しいですね。やっぱりニナリーという、 こうジャングラーはスカットラーをどんどん抑えていくのを意識してるんですかね。だと思いますね。まだ追いかける。やはりジャングラークリアが非常に早い、ジャングラーですから、それを生かすには、それをそのままマップのコントロールに反映することができるのはこのスカットラーですからね。これをしっかり確保することが非常に重要になってきますね。さあパスの近くでマナがないのは分かってますから、やり、おー当てていく。どうする、フラッシュを切ってダブルで追撃するか。あ、やめましたね。少しヒヤッとしたシーンでしたね。ここまでのところ常にタス選手が先手先手を取れていますね。非常に大きいと思いますね。これでランページとしてはレベル6になったところから、はい、6になったところから6になったところで非常にバンク成功させると、一気にミッドから試合のコントロールが取れるという風な展開になっていると思いますね。ロキ選手いらないと思っていますし、それを生かすためにも、積極的にミッドレーンガンク仕掛けたいところなんですが、懸念事項としてはやはり CC が薄いといったところがガンクの成功率に影響してますね。もしくはボットレーン押し込んだ状況でそこでダイブというようなことも考えてほしい。さあトップレーン ES フラッシュを切りました。おっと、これは無理に追撃しませんか。またもう一度トップに圧力をかける、ことを示しておいて、ライズにある程度ファームさせると、アルフォー選手にファームさせるというのが狙いのようですね。フラッシュを落とすよりもファームと、ここで仕掛けていくよりも、ライズとしてはどれだけファームを集められるかといったところが非常に重要な要素になってますからね。ただしパズすごいですね。ポッピー VS ライズっていうのはこう少しポッピー苦しいのかなと思いましたけれども、一応パッシブでオートアタックのレンジが伸びる状況でのハラスというのはありますが、やはりライズの方がレーニング等で有利だと思いますが、ここよく耐えてるなという印象ありますね。あとはやはりタッスル選手がジャングルのコントロールをしてトップサイド側のスカッタラを抑えていたというのも大きいと思いますね。ただセリックもジャングルワード、ジャングル装備のワードアイテムを買ってかなりトップにこう置き始めましたね。ガンクの成功確率でいうとやはりトップレーンが一番安定しているというのは間違いないと思いますからね。トップサイドから試合を作っていくというふうに言ってますね。さあここに移ったよということでピンは鳴っていますが、さあちなみにもう中盤に差し掛かろうとしてます。レベル6、全プレイヤーなってますが、仕掛けるならどのあたりになりそうですかね。お、これは面白い位置に来てそれを読んでいるダッスル。確かにセリック打ち上げて 1v1、 やはりニダリ非常に強い。セリ、ああそこにラウがカーバーに来たとゴタラが打ち上げる。そしてメロンがファーストブラウド持っていく。テレポートがただ決まっている。ここ壁ドンはうまく入っていますが、お互いテレポートキャンセル。そのままウルトを切ってタワーダイブを判断している。ダラがタワーダメージを持つような動きをしそうだが、さあ持ち切ったところ一気にダメージを出していくのはランページ。そのまま3キルゲット。さあアルプス寄っていたが逆に捕まる。これはうまく逃げ切ったか。イグナイトがタラ入っている。非常に怖い。タワーをうまく制御しながら4キル目。ずっとランページ待っていましたね。ポジション的にはリャフカ選手の方が早く寄れるようなポジションだったんですが、ちょっと寄るのが遅れてしまったことが影響して立て続けにランページ側がキル取っていきましたね。さあそのままボットターゲットしたのはランページ。リプレイクルですね。このところでリャフカ選手の方が
ちょっとここで寄るのが遅れてしまっているんですね。ですからニダリーの序盤の強さといったところランページ側に完全に生かされてしまった。一方ランページからすると狙い通りでしたね。序盤のある程度序盤にパワースパイク寄っている要請構成で早い段階で仕掛けていくと、そしてボットに押し込んでいるところでさらにダイブという判断ができますから、もうこの構成をする上で必要な動き全て行えているというふうに言うと思いますね。もう待っていたと、待っていたと思いますね。ワードが赤バフ裏のところに置かれていて、はい、それに誘っていたような形ですかね。レクサイが赤バフのカバーに来るところをある程度予期していたような動きだったと思いますね。さあこれで一気に40キル、苦しい展開になったのはブラックアイで、ここからはボットレーンをプッシュして押し込んでからメロン選手、ダラ選手がロームしていくという展開をランページは作ってくると思います。ないしはすでにドラゴンも取っているわけですからトップレーンに、スワップするといったところも考えられますが、まずはボットレーンプッシュしていることから考えるとミッドでのファーストタワーもしくはジャングルのコントロールといったところを考えているようですね。それに対してブラックアイは今取れる集団はあまり多くはないですね。ドームする瞬間数的な不利をランページはできるわけですから、そこを捕まえていくといったところが、唯一の対抗策ですかね。さあこのこういったところですね、こういったところミッドへ寄ろうとしていますよね。ここをジャングラーを含めて捕まえていくということを考えるか、もしくは序盤のゲームプラン通りにトップレーンのアルフォード選手を育てるか、2つに1つなわけですが、いやーでもセカンドタワーまで押し込んでいきます。そしてミッドレーンへのこういった部分ですね。これをされてしまうとアルプス選手非常につらいですし、ボットへのリャフカ選手もミッドレーンへ寄るルートといったところが限られてしまうので、この動きにどうしても遅れてしまう。ミッドのファーストタワーを攻撃1人で守れるのかといったところが重要な要素になりそうですね。さあセリックもカバーに来ていますが、やはり一気に削れましたね。さらにはアルプス選手かなりマナを使いましたよね。このまま青バフコントロールされてしまうと厳しいですから、青バフは何としても守らないとブラックアイは危険な状況になってますね。さあまずはリッケラクです。ブルーバフが空いています。青バフをこれを守りきれましたね。無事にこれで比較的楽になりました。リッケラルドのミニオンへのバフといったところも強力ですが、あれはミニオンのディフェンシブなステータスは上げはしないので、攻撃であればなんとか耐えられるというような状況になっていると思いますね。さあこれで耐えられる状況は作れましたが、ただタワーはやはり5割近く削れましたね。全然削れて いなかったんですけどね。一気に削れましたね。そして気になるのは今のところでリズムアサルト選手がレインにもかかわらずミッドレーン寄ってしまったのが一つ気がかりですね。ああいったウェーブの押し引きクリアするような状況ではレインはちょっと大きな貢献はできないチャンピオンなので、おとなしくこういった形でサイズのプッシュしていくといったところは重要だったと思います。先ほどミッドレーン寄っていなければ今現在ボットのファーストタワーにプッシュ押しメインレーンを押し付けるような形できていたと思いますから、ちょっともったいないことになりますね。おっと少しもったいないことにはなりましたが、ここはうまくただヘッドバットに合わせて弾いていますので眼光回避することは成功しています。見えていますね。スリップの位置、それに対してスリップのアサル、あ、タッスル、この位置です。あ、ここも寄りますね。リズムアサルトは集団戦を切る可能性をある程度考慮しているのかもしれないですね。ここまでミッドへ寄る動きを見せるとなると、ぶつかられる集団戦エンゲージされるのがかなり怖いというふうに考えているのかもしれません。しかしタワー下であれば別ですが、タワーがない状況で当たってしまうと、たとえ同数だとしてもランページの方が有利なら変わらないと思いますね。さあおっとロキがダイブしている。さあタワーダメージ2発受けましたが、3発受けましたね。アルプスうまく返しました。ちょっともったいない、連携に取れない動きだったね。タラがダイブするかと思ったというような少し動きも見えましたね。おー、タラ槍が当たる。これはリャフカ、タラフラッシュを切る。メロンがうまくウルトで合わせる。アルプスもフラッシュ、これでミッドファーストタワー下から追い出しましたね。完全に追い返すことが成功。さあそこに寄ってきたのはリズムアサルト、壁のうまく決めているがフラッシュ、タス、おギリギリデッドしない。
さあリズムアサルト、このよりうまく生かしたかったフラッシュだらーっと打ち上げミスりましたか。当たっていればそのままロキ選手がバーストを叩き込んだ形でしたが、ちょっと惜しかったですね。アルプス選手も非常に惜しい動き見せてましたが、ランページもちょっともったいない。しかし水のファーストは取れたことを考えると、ランページはまあ狙い通りの試合の展開を作れているというふうに言えると思いますね。さあそして気になるのはやはりアルフォードが使うライズですよね。ここまでのところ順調に育っているというふうに言えると思いますね。かえってロッドベースが できるわけですし、まあ、25分の段階である程度の集団戦戦えるような状況になっていると思いますね。個人金額見てみましょうか。このようになってますね。あ、タワー分でやはりトップレーン、それでもパズが勝ってるんですね。ゴールド 20CS はついているものの食らいついてますね。気になるのがボットレーン AD キャリーがかなり、CS は そしてゴールド差といったところができているのが気になりますね。おっと、そして集団戦ゴールドを見てみました。ロッキーのキル、そのままアルフォードチェイスになっています。寄ってはいたがパーズがうまく捕まえられるのか。ここはスネアでうまく逃げていきますね。さあアルプスダウン。これロッキー選手がちょっとヘルスがない状況なので、オブジェクト取りに行くということを考えると、まあ、ドラゴンぐらいでしょうか。タワーはなんとかブラックアイは守れそうですね。ドラゴンもランページが抑えます。ファーストドラゴンですか。いや、これでランページのスタックはファーストですね。2回目のドラゴンですね。さあスタックはお互い1-1。この状況だとランページの方が有利でしょうね。今ボットレーンにパズ選手を送ってますから、トップレーンにメロン選手とダラ選手を送ってトップのファーストタワーを狙っていく動き、さらにはミッドレーンをロキ選手がウェーブを押し込んでからトップへ寄る動きを見せるだけで、トップレーンにいるアルフォード選手やセリク選手下がらざるを得ないというような状況になっていると思いますね。さあブラックアイはかなり後手に回る展開にはなっています。どこかしらこう突破口を作るという点を考えると、ボットレーンのリズムアサルト選手とパズ選手のマッチアップ、装備的にリズムアサルト選手の方がちょっと有利に立っているように見えますから、ここで一つ 1v1 で勝っていくとブラックアイとしては楽になりますね。ただこの形ですよね。こうブラックアイがやりたかった形っていうのはこの形ですね。しかしミッドが、あとアルプスが寄ってるんですね。さあタッソル気づいている。ロッキーがその間にフリータワー、あーと形が崩れたか。ですからこれが先にミッドファーストを折れたことによる、まあ、欠点ともいいますか、まあ、ディサードバンテージ不利な点ですね。トップレーンに寄ったのが分かるのであればロッキー選手ミッドを押す、ミッドで誰か寄ってきたのであればミッド下がって安全な位置に戻ると、これを動か繰り返されるだけでブラックアイとしては振り回されてしまってますね。あーこれはどうなんですかね。アルプスは寄らなくてよかったと。いや、でも寄らざるを得ないですね。あ、なるほど。トップレーンでダイブされてしまうとアリスタのウルトを生かした集団戦を起こされてしまいますから、となるとかなり厳しいんですよね。ですからそれを返すためには相手よりも人数多い状況を作らないとまずい。ですからトップに寄らざるを得ないんですが、寄るとミッドレーンロキ選手が押す。どうやったらもう先手取れるんですか。もうミッドからトップにかけて先手を取れる可能性はないと思います。もうないんですね、はい、何かしら可能性があるとすればランページ側がローテーションのミスをして孤立したところを捕まえるぐらいですね。さあトップタワー、ここもランページが追っていきます。タッスルこの位置です。さあウルトうまく入っている。メロンのいいダメージが入った。リャフカもう一度フラッシュを切りましたが、ここにアルプス寄っている。さあ人数差ができた。ここにアルフォード、ただし即座にウル、誰がウルトからダブル Q、 そのまま 3v4 をいなしていくのはランページ捕まえたかったところでしたが、ダラ選手のリアクションが見事完璧だったわけですから、いやブラックアイ厳しいですね。やはりこうボットレーンのリズムアタスト選手に期待する以外ちょっと現状ではないかなという感じがしますね。さあここからブラックアイ崩していきたい。この 1v1 ですよね。マッチアップ的に 1v1 が得意、
両者ともに得意はなんですが、装備的に見たときにアーマーを一切パズ選手積んでいないですし、アタックスピードを下げるような相手も詰めていないので、このベインの強みといったところがかなり生きる対決になると思うんです。ですから積極的に仕掛けていきたいんですが、ちょっと厳しいですか。今までのところ一度も仕掛けられてはないですね。そうですね、さあ仕掛けていきたいといった例になっています。さあその間にジャングル内リフカが少し捕まっています。メロンがいいダメージ出している。ムーメントスキルが速い。ヒールを切った。ギリギリデッドはしなかった。さあそこにリズナスアルト合わしているが視界がない。殴れない殴れない。ダラがそこでチラチラと体を出して守っている。さあメロンはウルトで逃げることにはなりました。集団戦はやはり装備差といったところ、さらにはレベル差も相まってブラックアイは仕掛けられないですね。しかも視界のコントロールが取られているといったところが大きく影響してますね。ここはもしあそこ視界あればいけたんですが、積極的にそういった装備差、そして視界差を生かしてランページ側は立て続けに圧力かけていく形で作れてますね。さあ非常に戦場が広いです。今度はボットレーンへここに対応はします。落とし込んだ形を作ってからジャングルに入っていくことで安全に視界のコントロールをできていますよね。一方でブラックアイとしてはそれに対抗するために後手後手にならざるを得ない。ローテーションのところでどうしても先にタワーに寄られてしまってますよね。ですからこういった瞬間にタワーをちょっと削られてしまう、そういった細かな動きが徐々に徐々にランページサイドの優位を広げていく結果につながっていると思いますね。さあまず近くがあるのがここにもいや、ただウルトでうまく時間を稼ぎました。そこにメロンのウルトをさあどっちを狙う。セリックを狙っている。ああただシロキが1人落としている。下側での集団戦では1人落とした。アルフォードがダウン。さらには槍が刺さる。これはもう一度行く。いやセリックうまくフラッシュで避けましたが、そこにロキが綺麗に合わせる。レーザーでダブルキル。完璧でしたね、1円の動きが。ローテーションのミスを拾わなければいけないですということだったんですが、逆に拾っていきましたね、ランページ。見事でしたね。この瞬間、アルフォン選手が 1v1 の状況を作れたので一気に仕掛けていったんですね。ライズの強さを生かしてここで何とかしてアドバンテージどこかで作っておかないとまずいという判断だったと思います。その判断は非常に良かったんですが、パズ選手が使うコピーウルトによる時間稼ぎができるといったところが最終的な結果につながりましたね。3人打ち上げることで味方が寄る時間を作ることができて、一気に集団戦にランページ側が持ち込めたということですね。23分でバロンゲット、そして 13K13,000 ゴールド差が現在グローバルゴールドではあります。さあバロンバフどこのタワー狙いに行きますかね。トップのセカンドタワーがすでに折れていますから、まあ、やはり考えるのはミッドとボットの セカンドタワーだと思います。それを考えるとまずはミッドを複数人で押して誰か一人がボットレーンを押すというような状況を作ってからボットレーンのローテートを考えると思います、ね。さあそしてその通りになりましたね。メロンがボットへ。ファン選手テレポートアウトでトップレーンプッシュするような圧力かけていますね。ここで人を集めてから人数が少ないところのタワーを狙っていくという形を作りそうですね。いやジャングル内はランページの視界になってますね。これブラックアイからしたら全く見えないんですよね、この中。ちょっと変わった位置にワードを置くしかワードの維持ができないというような状況になってますね。そしてトップサードタワーまで押し込まれてますから誰か守備かかなければならない。そしてこのままもしボットのセカンドタワー下に集まるとですね、はい、このですね、まず多数選手のフォーク、さらにはコピルテレポートインというのがありますよね。さあダブルキューから狙っていく。ここはうまく対してでした。ただしローライフ槍が少し怖いぞ。いやいいダメージが入った。キャリー2人にローキーが綺麗に当てました。さあボットのタワーの守り合いだが、いや今のところでソラーリのアクティブも落ちてしまったのが痛いですね。さあもう一度ライブを考えてますね。ランページライブありますかね。
いやただタワーがもう折れますね。さあ一気に折れた。ブラックアイとしてはそのだいぶの圧力で下がらざるを得ないような自分になってましたね。さあこれはインキビターもフリーでしょう。一気にボットレーンを崩したのはランページですね。大変失礼いたしました。一度リコールすると思いますね。そろそろバロンバフが切れるタイミングになると思うので、一応ミッドプッシュしてから下がるという判断すると思いますが、行きますか。いやただパズ硬い。ダラが入った。ダイブにはなってパズが後ろに入って前に出れない。アルフォード前に出れない。ダメージを出したい。殴れない。パズが怖いか。いやあれだけ前に出てフルヘルスですか。フォーカスを受けた瞬間にウルトアクティブして寄らせないような形圧力かけていましたね。もし打ち上げてしまうとアルフォード選手が戦場から離脱させられてしまうので前に出なくならかったという形。いやいずれにしても先ほどボットレのところでかなりマナーも使っていて一旦リコールするタイミングであったと思うんですが、かなり強気な展開作りましたね。さあランページはもうこれエンド狙いますよね。狙うと思いますね。トップレーンただ行きますかね。安全に、まあこの状況でトップレーン行かない理由はないと思いますから、まあ、ボットもミッドもスーパーミニオンが湧いている状況でトップレーンプッシュしていくというのが考えられると思いますね。バロンが湧くのもまだまだ時間がかかりますし、ドラゴンも2分以上あるというところでトップをプッシュしていく形は維持しそうですね。しかしパズ選手テレポートまだがあるのでボットをスプリットプッシュという形で圧力をかけてトップサイド守るチャンピオンの数を減らしてといったところを準備してですね。さあ仕掛けていきます。最後のレーンタワーになりますね。守りたいブラックアイ。スネア当たってはいるが前に出れない。ロキの一発で5割飛ぶ。サーメロンのポークヒールを切ったかダウン。さあランページイケイケだ。横からはパズプレッシャーがある。前に出れないアルプス。もう一度レーザー。先ほどからアルプス選手この強化されたバルキリーを一度も敵の方向に使えてないんですね。かなり厳しい状況が続いてますね。今ロキのレーザー一発でリズムアサルトのヘルスが7割飛びましたよ。なんというロキが7キル0デッド2アシスト。さあランページそのままネクサスタワーも降り切ってゲーム1勝利したのはランページとなりました。いやー強い強いですね。隙がなかったですね。ブラックアイとしてはトップレーンから作っていくという動きしたかったんですが、そこをタッスル選手が完全に抑え込んだ形でしたね。そして、ある程度時間が経って中盤に差し掛かったタイミングでボットが勝っていることを生かしたボットへの圧力、完璧にランページ側の戦略通りの試合展開を作れたというような形だったと思いますね。さあブラックアイとしてはこのチームを崩さなくてはいけないというのはかなりまあ難しいですけれどもね。高い壁になってますからね。やはりただそこで鍵になるのはアルフォード選手なのかなという感じがしますから、彼をもう一度育てるような形しっかりと組み上げていきたいなという感じがしますね。なるほど。さあそれでは、ゲーム2までの、インターバルとなります。一旦失礼いたします。